台湾からの教育旅行の調整相談隊を行うワンストップ窓口の設置など、教育旅行の誘致に力を入れてまいります。今日の県議会で蒲島知事は、3年前の豪雨で被災した球磨村などで、防災教育や環境学習の受け入れ体制を整えたいとしました。これにより、台湾からの修学旅行を誘致し、観光振興につなげたい考えです。また、新型コロナの水際対策が緩和され、インバウンドの回復が見込まれる中、八代港では国際クルーズ船の寄港も始まるとし、県は外国人観光客の取り込みに力を入れたいとしています。